アンデレは、新約聖書に登場するイエスの使徒の一人、シモン・ペトロの兄弟であるとされている。西方教会、東方教会ともに、聖人で記念日は11月30日。アンデレは、各変化語尾を外して、名詞見記のみにした日本語聖書の慣用表記で、ギリシア語での主格表記はアンドレアス。英語では、アンドリュー。フランス語では、アンドレ。ドイツ語では、アンドレアススペイン語では、 アンドレス、イタリア語ではアンドレア、ロシア語ではアンドレー、ウクライナ語ではアンドリー。マルコによる福音書によると、兄弟ペトロと共にガリラヤコで漁をしていた時に初めにイエスに声をかけられ、弟子となった。弟子のリストの中でもペトロ、ヤコブ、ヨハネに次いで4番目に挙げられている。ヨハネによる福音書では、シモンとアンデレの兄弟はもともと先礼者。 ヨハネの弟子であったが、イエスを神の子羊だというヨハネの言葉を聞いて、イエスに従ったことになっている。他には、五千人にイエスが食べ物を与える物語では、アンデレは、バンと魚を持った少年を連れてきて、イエスに紹介し、食べ物が増える奇跡を導く役割を果たしている。また、ギリシャ人がイエスに会いに来た時も、その間を仲介している。エウセビオスは、オリゲネスが、 アンデレは小アジアとスキタイで伝道し、国会に沿ってボルガ川まで行ったと述べた、と伝えている。そのため、アンデレは、ルーマニアとロシアの守護聖人になった。アンデレはルーマニアでは、アンドレイロシアでは、アンドレイペルボズ・バーン・ヌイと呼ばれる。伝説上ではアンデレは、ビサンティウムの最初の司教であり、そのため、聖教会のコンスタンディヌーポリ総主教長は、初代総主教をアンデレとしている。 処刑される、聖アンデレスコットランド国旗ロシア海軍軍関係また、伝承ではアンデレは、キリシアのアカイア地方で、X 字型の十字架で処刑され、殉教したことになっており、絵画においてもしばしば X 字型の十字架と共に描かれている。十二使徒の一人として数形され、カトリック教会、聖教会、聖公会などで聖人とされる。前述したロシアとルーマニアのほか スコットランドとギリシャでも守護聖人とされており、アンデレが処刑されたとされる X 字型の十字架はアンデレの十字架と呼ばれ、アンデレを守護聖人とする人物や団体の旗や紋章に取り上げられる。スコットランドの国旗、セイ・アンドリュー旗、ロシア海軍の軍艦旗、セイ・アンドレイ旗などが有名である。ロシアではセイ・アンドレイの守護勲章と呼ばれる勲章も存在する。 ブルゴーニュ公、フィリップ全領公はアンデレを守護聖人とする金曜も騎士団を設立し、白地に赤色の聖アンデレ十字を騎士団及び広告の旗として用いた。この旗は騎士団を継承したスペイン及び同僚ネーデルランドで使われた。ありがとうございます。